今回の動画ではリクエストの多かった小回りについて解説します基本的には動きは大回りと同じなのですがリズムが速い分より速く動かないといけないのと同じ仕事をより短時間で行わないといけないためより大きく動かないといけないのが小回りです 他の YouTube で、細かく小回りの操作について説明している動画は見当たらないので、この動画では、小回りを構成する5つの操作を、噛み砕いて説明したいと思います。今回もどこも紹介していない、鼻血ドバドバドバな内容なので、ぜひ最後までご覧ください。この動画を見れば、小回りを行う際の具体的にどの順番に、どんな操作をすれば良いのかが、分かるようになります。 最初に全体像の話それから5つの操作を具体的に詳しく説明します大回りと同じ動きとお話ししましたが過去に説明したようにフラットから動かして刺してスキー板をたわまして解放するという流れですまだ見てない方はショートヒント8で確認してみてください できるところではずらさずにレールターンで行った方が良いと思うので低速や緩斜面での小回りは動かしてはありません急斜面や硬いバーン状況が難しくなるほど動かしては重要になります暴走しないためにも重要ですまた落差も重要です落差とはターンの縦方向の距離のことですこの落差ですが初心者や中級者は 1> 横1に対し落差1あるいは横1に対し落差2と思っている方が多いと思いますですが実は横1に対し落差が3くらいが自然なのですもちろんこのままでは1軸なのでターンとターンの間のニュートラルをしっかり持つことで綺麗な2軸のショートターンになります本当に1対3も落差を取るものなのか確認してみましょう 技術戦のバーンにたくさん小回りの跡が残っていますがはいこのように案外ターンは縦長なのですそれより落差が少ないと無理して板を横に振っている状態になり美しくなくブレーキになったりあるいは衝撃が強すぎてバランスを崩しコントロールを失います落差1対3くらいが無理がなく自然なのです 面白いですよね。急斜面で怖いから落差を小さくしてしまうのにそれで帰って暴走するという暴走しないためにも落差を取ることが重要です1つ目の操作ですがフラットからまずは打ち足を返します打ち足をしっかり返さないと X 脚のままターンに入り内藤する原因です 打ち足を返すと次のターンに入るきっかけになりますし何よりも次の外足の上に早い段階からいることができるようになりますフラットから打ち足を返します足首膝腰と返します打ち足を返すと自然と頭の位置が外に行くので早く次の外足に乗れます逆に打ち足を返さないと上体と頭から入っていき内藤します 2つ目の操作は板を5本分動かすことです今まで大回りでは板3本分動かすと説明してきましたが小回りは5本分くらいです小回りの方が動きは大きくなります注意したいのは大きく動かすというのはラインを上げることと横移動になります横移動は前のターンの完成で勝手に移動するのでラインを上げることを意識します その際の意識ですが、山開きシテムターンのように、次の外足を上に出すという感覚の人もいれば、私は次の内足を次の外足にぶつけて、吹っ飛ばすようなイメージです。決して板の向きを大きく変えるという意味ではありません。板を一気に下に向けるとか、ましてやターン方向に向けてはいけません。まあ、やりたくなりますけどね、特に急斜面やハードバーンのような難しい条件では。 理由を説明しますターンとはあくまでも板のたわみとその解放で回ります。板をたわませるには当たり前ですが加重している時間がある程度必要です。板をフォールラインあるいはそれ以上に一気に向けてしまうと板はたわみません。板を振っているだけで板がたわむ方向に押していないので当然です。そしてターン後半でブレーキあるいは暴走します。 なので向かい角は取りますがあくまでも板の向きはターンの外方向です大回りの3本移動の時と小回りの5本移動の時で向きは基本同じくらいですなんで大回りで板3本分小回りだと板5本分なのかを説明します大回りは時間があるのでターン前半落差を取りながらゆっくりとたわませることができますそうです 落差を取るのはスキー板をたわませる必要があるからでもあるのです。小回りの場合は落差を大きく取るとは言ったものの、さすがに大回りと同じくらい落差なんて取れないので、スキー板5本分上げる意識でラインをできるだけ上げて、落差とたわませるための時間を稼いでいると言えます。また、ラインを上げた後の軌道を見ればわかりますが、R が緩くなり、楽になります。板をたわませるには スキー板の進行方向に加圧していきますが、R が緩んで、また重力方向に近づいたことで、それがより自然な動きでやりやすくなります。わかりますかねスキー板をたわませるには、スキー板の進行方向、つまり黒い矢印の方向に圧をかけていく必要がありますが、その方向が重力方向に近い右側の方、つまりラインを上げた方が自然でやりやすいということです。 では実際の滑りで確認してみましょうはい迎え角を取りながらこれはスキー板5本分以上は移動してますねそしてラインが上がってますよねこれ0.2秒の間の出来事ですが普通にしていれば0.2秒でもそれなりに斜面を下ってしまいますよねなのに斜面をむしろ上っていますこちら側のターンでも一緒です ちなみに、この場面、スキー板をターン方向まで振ったように見えるかもしれませんが、そうではありません。次の3つ目のターン操作、外方向にスキー板を挿した結果、スキー板が上がってきた結果です。後で説明します。技術戦の急斜面小回りを見てみましょう。板1本分程度でしょうか。 しかしこのシャドーとスピードでも若干上がっているということは相当上げている意識があると思われます次は3つ目の操作と4つ目の操作をセットで説明します3つ目の操作これがメインの最も重要で最も難しい操作ですがスキー板を外方向に刺すですそして4つ目の操作は素早く戻すです では説明します。1つ目の操作打ち足を返して2つ目の操作ラインを上げたら3つ目の操作スキー板を外方向に刺します外方向とはターンの外方向つまり板がフォールラインを向く前に行うことが大事です刺すとは思いっきり体重を乗せてスキー板の進行方向に外足を前に出します 言葉の捉え方は人それぞれなので伝えるのは非常に難しいのですが踏むや乗るは足が動かない感じなので違います回すも違います結果的に刺した板が上がってきて回ることになりますが回す意識はありません押すは方向を間違えそうな気がしますし方向が正しくても弱い気がします思いっきり体重を乗せてスキー板の進行方向に外足を出す つまり刺すすのですそして刺すとスキー板がたわみトップが返ってきますスキー板がターン内側に向いたのは向けるような操作をしたのではなくて外にスキー板を刺した結果板がたわんで返ってきた現象ですそしてこの辺まで外足を前に出し続けました時間でいうと0.3秒です以上が小回りの3つ目の操作ですもう一度説明します ここで、外に刺しましまた。次の瞬間、もう板がたわみ始めました。そして、足を前に出す操作は、ここまでです。時間にして0.3秒。続けて、4つ目の操作は、素早く戻す、です。3つ目の操作で刺した、前に出した足を、素早く体の下に戻します。旗から見るとすごくカービングしているように見えますが、本人はエッジを感じてはいけません。 たわんだ板を解放してあげないといけないので、もう体重は乗っていませんし、そもそもこんな急斜面だと、ターン後半は完全に空中に浮いているはずです。いかに素早く加圧をやめて、戻すかが重要です。ボクサーが出した拳をそのままにせず、素早く戻すのと同じです。拳を出すときに、出すことより、むしろ戻すことの方を意識しているはずです。 では何人か比較していきます。この3人は非常に良いリズムですよねこのリズムは外に刺すことによって生まれていますそして素早く戻していますこの選手はリズムが少し崩れてますよね特に右谷。 左はフォールラインに向く前に外にさせているのでスムーズに板が返ってきてくれています右はここでさせなくてフォールラインより内側に板が向いてしまってまだ進行方向にさせなくて落ちていきますここでやっとさせましたこの選手もリズムが違いますよねそうです フールラインより内側にスキー板を向けてから、ここでやっと板の進行方向に足を出せています。この選手もそうです。外にさせていません。おお、後半持ち直してきました。ここでやっと刺します。持ち直したのは、はい。ここで外方向にさせています。 というわけで、操作3のスキー板がフォールラインに向く前に、外方向に刺すことの重要性を分かっていただけたかと思います。もう少し補足します。足を前に出すというのは、こういうことです。横に押すのではありません。前に出すのが正解で、横に押すのではありません。こっちに押すと内藤し、体が回ります。 前に出すと、くの字姿勢になります。乗り込むと、体が回ります。横に押すと、体が回ります。あとは操作3、操作4は素早くです。こうやってゆっくりではなく、素早くです。ゆっくりだと、これは大回りです。小回りはできません。まあ、大回りも決してゆっくり操作するのではないのですが、 小回りに比べて板が長い分、反応が遅いので、小回りよりゆっくりになります。外に刺す前は、外足は内足より後ろにいます。追いつきます。横から見るとすごいですよ。外足が後ろにいます。刺すと、板がむちゃくちゃたわんで、外足が内足に追いつきます。 これは外腰を相当入れて状態が相当逆ひねりをしていますね操作2で動かしていって刺して戻す一瞬ですエッジの入れ方もこれでイメージできたかと思いますこういう足の出し方はないと回ります結果的に外足があまり前に出ませんこうです外腰が出てあと逆ひねりが非常に重要です 逆ひねりについてはこれらの動画で説明しているのでまだ見てない方は参考にしてください概要欄にリンクを貼っておきます刺して戻す内側ではなく外側に刺して戻すこういった一連の動きを行うには肩甲骨の柔軟性も必要です肩甲骨が硬いとうまく足や腰を動かすことができません スキーの解説で肩甲骨の柔軟性の話までするとは思いませんでした後ろから見るとすごく柔らかく使ってるのがわかります最後5つ目の操作です5つ目の操作は「ニュートラルで骨盤をリセットする」ですターンとターンの間で寝てしまった骨盤をリセット立てる必要があります 基本はターンは外足から外足で良いのですがターンで外側の骨盤は寝てしまいますなのでターンが終わったら一度骨盤を立てる必要があります入れて立てこれがはいってはいってはいってなるから重心がこれがターンとターンの間でリセットがない滑りです良いのですが分かりますかね ターンからターン、外足から外足で滑っているだけです。骨盤が寝たきりで、加速がありません。アドバイスを受けて、翌日、なぜかウェアが違いますが、翌日の同一人物です。全然違いますよね。ターンとターンの間で加速しています。このように、ターンとターンの間でニュートラルを作って、リセットするのは重要なのです。 それではままとめますまずは落差についてですが、横1に対し、落差が3くらいが自然というお話をしました。それより落差が少ないと、ブレーキ、あるいは暴走になります。初心者や中級者はもちろん、上級者でも落差が足りない人は多いですが、しっかり落差を取らないと、いくら練習しても上達しません。 小回りの具体的な5つの操作ですが1つ目の操作はフラットから内足を返します足首膝、腰と返します2つ目の操作は板5本分ラインを上げますこれは板をたわませるための落差と時間を稼ぐためのものです3つ目の操作はスキー板がフォールラインを向く前に外方向に刺します刺す つまり思いっきり体重を乗せて外足を前に出しますフォールラインを過ぎて内側に向いてしまってからでは負けです4つ目の操作は刺した足を素早く戻しますターン後半でエッジスキー板のサイドカーブを感じてしまっては負けです5つ目最後の操作はニュートラルで骨盤をリセットですターンで寝てしまった外側の骨盤を立てるのです それによってターンとターンの間の加速が生まれ2軸の小回りになります終わり